1977年の作外資り条工場と周囲約500メートル範囲。右上がホロノ延方面。手塩側に架か,かるトラス構造の橋梁が川もに影を落としている。ホームへは民家の敷地内の道を通り抜ける。ホーム手前に待合室の姿が見える。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成作編仮乗工場は、北海道手塩群手塩町アザ作編に、かつて設置されていた、日本国有鉄道羽幌線の仮乗工場である。羽幌線の廃線に伴い、1987年3月30日に廃駅となった。所在地名より、地名は、アイヌ語の境に由来する、廃止時点で、一面一線の単式ホームを有する、地上駅であった。 ホームは線路の南東側に存在した。また、電鉄機を持たない防線駅となっていた。廃止島で仮乗工場であり、無人駅であったが、簡易委託により乗車券を発売していた時期があった。ホームは、ルモイカダにスロープを有志駅施設外に連絡していた。手塩川橋梁の南に位置した。2010年時点で、痕跡は何も残されていない。ありがとうございます。